学籍を持つ芸術家。18世紀に今日まで続くギネスのビール製法を発明したアーサー・ギネスの直系の子孫、資産継承者の一人。父第3代もイン男爵ジョナサン・ギネスは、ダイアナ・ミッドフォード・モズレーと第2代もイン男爵ブライアン・ギネスの長男であった。ダイアナは第2代、リーズデール男爵デビッドフリーマン・ミッドフォードの娘であり、 有名なミッドフォード姉妹の一人であった。ダフネの母は、父ジョナさんの二番目の妻で、スペインのカダケスや、パリで育ったセザンヌリズニーで、彼女自身が芸術家であるとともにマンレーや、サルバドールなりのミューズでもあった。ダフネは13歳の時、父とその愛人、スーザン・シュー・テイラーの間に三人の子供たちがいて、彼らが自分の半兄弟に当たることを知った。 ダフネの祖母である字を並ブるダイアナ・ミットフォードは、ブライアン・ウォルター・ギネスと最初の結婚をした。ミットフォードは、ギネスと離婚した後、イギリスファシスト連合の指導者、サー・オズワルド・モズレーと結婚した。ダフネ自身の弁によれば、1980年に英国放送協会のニュースで流れた、モズレーの訃報を聞くまで、彼女は、モズレーの政治的経歴について、全く知らなかったという。 幼い頃のジオナラブルダフネギネスは、一家が構えるイングランドやアイルランドの地方の屋敷で育った。休暇は、バルセロナに近いスペインの海岸の町カダケスの18世紀の修道院跡の別荘で過ごし、その近くにはサルバドールガリア、マンレイも住んでいた。ダフネギネスは、ファッション界のアイコンとして研究されてきた。ニューヨーク州立。 ファッション工科大学の博物館長、バレリー・スティールの求めに応じ、映画、モデルなどの活動で披露してきた衣装類100点ほどを展示する展覧会が開かれたが、ギネスは、その準備のために2年の歳月を要した。ギネスの周囲には、カール・ラガーフェルドや、ナーズ、MAC、アクリス、ガレス・ピュー、フィリップ・トレイシーなど、ファッション界の著名人や企業など多数が取り巻いており、 ギネスはあるいはアーティストとしてあるいはモデルとしてないしはその両方として彼らと様々な仕事をした。ギネスの名優としても最もよく知られていたのはデザイナーのアレキサンダー・マック・イーンであった。マック・イーンが自殺したと公表された当日チャリティイベントでランウェイに立つことになっていたギネスはベールをかぶって蝶意を表した。ギネスは様々なものを創作。 発明しており、その多くは甲冑への彼女の就寝から着想されたものである。ギネスはスキニーパンツとプラットフォームパンプスの愛好者としても知られている。ギネスは自分が身につけたり買いたいと思うぴったりとしたものが見つからない時にはファッションのみならず宝飾品や香水も自分でデザインした。彼女自身の便によると2010年だけで100点以上を 創作したという。1994年、ギネスはインターナショナルベストドレッサーの殿堂に入った。2010年にはタトラー氏のベストドレッサートップ10のリーストに入った。2011年、ギネスは MAC 化粧品のためにメイクアップ用品のラインを創作した。2011年1月、トム・フォードの依頼を受けたギネスは彼がデザイナー復帰を飾った。 婦人服のショーのエンディングに登場した。ダフネ・ギネスは徹底的に洗練されたスタイルとエレガンスによって若い女性たちにインスピレーションを与えることを追求している。レディー・ガガもそうしたインスピレーションを受け取っている一人であり、ファッション情報サイト showstudio.com から発信されたインタビューにおいて、ニューヨーク・タイムズがミノ・キャシー・ホリンが、イザベラ・ブローや、 ダフネ・ギネスから何らかの影響を受けたのかと尋ねたのに、大使、レディ・ガガは次のように答えている。イザベラとダフネは、二人とも特別な人間、女性、アイコンだわ。それ以上よ。彼女たちは、私が自分自身の内面を見つめる手助けをしてくれたの。彼女たちの生き方や人格をよくよく調べて、私は自分のことがよりよくわかったの。ダフネは、 イザベラと同じように私にとってインスピレーションの大きな源とよ。私は彼女たちの生き方が大好き。二人ともよ。私たちはまるで同じ布から切り出されたような存在なの。ギネスはこれまで多数の事前事業に関わってきた。災害被災者の支援資金を集めることを目的としたナオミ・ギャンベルによるナオミ・ギャンベル S ファッション法リリーフのショーには2回 出演している。同様に2008年4月には自身の衣装の一部をオークションに出し、すべての売り上げを家庭内暴力など国内外における女性の権利問題に取り組むイギリスの事前団体ウーマンカインドワールドワイドに寄付した。ギネスは2007年に自殺した友人イザベラ・ブローの衣装すべてを2010年6月に購入した。この衣装一式はクリスティーズで オークションにかかる運びとなっていたものを、その前に、ギネスがすべて買い取ったのである。この購入について、ギネスは、実際、いろいろな意味で、このオークションは単なる以上の販売にはならないの。イッシーの残したものを売ってしまうなら、死肉を漁るカラスたちが群がって、彼女のエッセンスは永遠に奪われてしまうわ、と語ったとされる。その後、ギネスは、 精神疾患の患者を支援する基金を創設して、この衣装をセントラルセント・マーチンズで展示し、オンラインでも公開した。ギネスはまた、2012年にオークションを行い、イザベラ・ブロー財団のために744,285ドルを集めた。2013年11月には、ロンドンのサマセットハウスで、イザベラ・ブロー、ファッション・アローレと題された公式展示が開催された。 ダフネ・ギネスはアーティスト、女優、ミューズ、モデル、コレクター、デザイナーなど様々な役割を果たしてきた。ギネスは彼女の美しさに魅了され芸術的パフォーマンスを求めた数多くの写真家たちのミューズとなってきた。マドンナやレディー・ガガなどの有名人を撮影してきたスティーブン・クラインはイタリア版ボーグの表紙のためにギネスを二度にわたって寄与した。 ギネスは一度目には、ロマンガリーの、ペルーの鳥のジーン・セバーグに噴し、二度目は、アラン・レネの名作、去年、マリエンバートで、のデルフィーヌ・セイリグになりきった。デビット・ラ・シャペルは、ギネスの長年にわたる友人、共同作業者であり、マイバッハの広告キャンペーンを手掛けた際、複雑に構成されたマイバッハ・ツェッペリンモデルの広告写真2点に、ギネスを登場させた。 別の機会にイラシャペルと仕事をした時には、ギネスは6時間も水槽に入り、一度に2分も潜水して水中での姿を撮影し、有名な水中のダフネギネスなどが撮られた。彼女は、リターンツーエデンというシリーズにも登場しているが、この作品はまだ公表されていない。2011年9月、ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された。 アレキサンダー・マック・イーンの展覧会、サベージュ・ビューティーには50万人以上の観覧者が訪れた。その直後、ニューヨーク州立ファッション・工科大学博物館では、ギャラリーの〇〇一つを使って、100点ほどのダフネの最も重要な作品群を展示した。2012年1月31日、styleite.com はギネスが 美術品多数が廃された彼女のニューヨーク5番街のアパートメントを1400万ドルで売りに出したと報じた。2011年、ギネスは写真家ブライアン・アダムスの撮影でズーマガジンの表紙を飾った。ダフネ・ギネスは3本の短編映画の制作や編集に関わったことがある。2013年、ギネスはフェータルフローと題された。 ニックナイトが監督した音楽ビデオをリリースした。1985年、ギネスはニューヨークへ移り住み、姉、キャサリンの交友関係を相続することになった。こうしてギネスは、姉が長年個人秘書を務めていたアンディ・ウォーホルと知り合うことになった。1987年、ギネスは、海運王、スタブロス・ニアルコスの次男スピロス・ニアルコスと結婚した。 夫妻は三人の子供を設けた。1999年に離婚した際に、ギネスが受け取った遺写料の総額は公表されなかったが、それはギネスが相続していた財産にさらに加算されることとなった。ギネスは、ロンドンとマンハッタンで三人の子供たち、ニコラス・スタブロスにアルコス、レックス・スピロスにアルコス、イネス・ソフィアにアルコスと共に暮らしている。ギネスは、自身について、 決してエキセントリックなわけではないとして次のように述べている。私はこの言葉が嫌い。何も意味しないじゃない。狂ってるってほのめかすだけの空っぽの言い方だわ。なんならボヘミアンって言い換えたらどうかしら。どうしてもレッテルバリしたいならね。ありがとうございます。